全国鮎養殖漁業組合連合会は、鮎の養殖業者で構成される連合会である。略称は全鮎、鮎の画像。もを食べることから独特な香りがし、工業とも呼ばれている。全鮎では、国産鮎を安心安全に食べてもらうための啓蒙活動を、首都圏及び日本各地で行っている。2014年。 6月1日を鮎の日と制定した。日本古来の和食文化を代表する鮎の日を消さないために多くの消費者に呼びかけることが目的である。6月1日が選ばれた理由は昔から鮎の本格的な旬を迎えるのが6月とされていることから、また全国的に鮎漁の解禁日が6月1日とされていることが理由である。 記念日は一般社団法人日本記念日協会により認定、登録された。あの日にはあの無料配布など様々なイベントが催される。2019年にはあの日に合わせ東京、豊洲市場で初となるあゆ広市を開催している。初夏の風物詩であるあは伝統的な和食文化に欠かすことができない。上品で淡白な味わいから 清流の女王と呼ばれている。また、川の岩についた藻を食べることから、独特な香りがするため、工魚とも呼ばれている。郵便番号520-0801滋賀県、大津市におの浜4-4-23水産会館2階、滋賀県淡水養殖漁業共同組合内、鮎の非制定当時は、和歌山県和歌山市に本部が置かれていたが、現在は、蒸気住所が拠点となっている。 ありがとうございます。